錦糸町駅ホーム店、ベック、エスコーヒーショップは、東日本旅客鉄道の子会社である、JR 東日本フーズが運営及び、フランチャイズ展開している、コーヒーショップチェーン。関東の JR の駅構内及び、駅の周辺に店舗を展開している。秋葉原電気街口店、舞浜店コーヒーは、作り置きをせず注文を受けてから、コーヒー豆を引き始めるなど、 品質の高さを売りにしている。またアイスコーヒーに関しては、時間をかけて水から抽出する、水出し方式で作っているなど、味だけでなく作り方にもこだわりが伺える。その他にホットドッグやサンドイッチ、ケーキなどのファーストフードも取り扱っており、こちらも品質を重視している。なお値段は、水出しアイスコーヒーの場合、250円からと他のコーヒーチェーンと比べて、 安価に設定されている。JR 東日本フードビジネスが運営するハンバーガーベーカリーカフェのベッカー S と同様に全店舗でスイカを利用したスイカショッピングサービスでの支払いが可能である。一部店舗ではソフトバンクテレコムの公衆無線 LAN サービス PB モバイルポイントのアクセスポイントを設置している。2021年2月26日から埼玉。 新都心駅で開業する新業態。スイカ等交通系電子マネー専用生産システムを出入り口に設け、滞在時間に応じて課金する、時間課金制システムを導入。入店中は、ドリンクやソフトクリームをセリフサービスにて自由に利用できる。ケーキサンドイッチ等の軽食も販売しており、交通系電子マネーで購入できる等、すべてキャッシュレス決済で対応。 一人で利用できるコーワーキング型の座席、フリー Wi-Fi、喫煙室、電話ブース、各席にコンセントと電源タップ、USB 充電を設置している。ありがとうございます。